タイラバの新素材、毛のタイラバを試してみた。皆さんこんにちは。船釣り探求者アンカーです。このチャンネルは船釣りにおける様々な疑問を私アンカーが実際に検証してみるチャンネルです。はい、それでは今回はタイラバのネクタイにシリコンではなくこちらの素材を使用して検証していくという企画をやっています。はい、ということで Amazon で購入したのはこちらの素材、いわゆるエクステと呼ばれる髪の毛につけるつけ毛です。本来はファッションの目的で使用されるものですが、タイラバネクタイの素材として使えるのではないかと思い購入に至りました。本当は自分の髪の毛を使用してみたかったんですけれども、中年のおっさんの髪の毛を使用したタイラバというのは絵的にもとても気持ちが悪いと思ったので断念しました。この 4,50 センチあるエクステが6本入っていて、なんとお値段400円、非常にリーズナブルな素材であるとも言えます。はい、ということで袋から出してみて触ってみたのですが、触り心地はとても滑らか、昔交際していたビクトリアの髪質にそっくりです。でこちらは根元なんですが、クリップを縫い付ける形で固定されていたので、ハサミで丁寧に切り離し分解していきます。ここからの制作過程は少し省かしていただくということで、こちらが完成したケラバ、いやタイゲです。ということで今回はこちらのタイゲを使用して検証していきます。果たしてタイゲの威力やいかに。はい、ということで早速海にやってきました。季節は残暑厳しい9月上旬、夏なので魚の活性は高いと思われます。早速船に乗り込み出航の準備をしていきます。出航前に海中でのタイゲの動きを確認していきたいと思います。はい、こちらがタイゲの水中での動きになります。少し分かりづらいんですけれども、泳がすと毛先がピラピラと揺れているのが分かります。この様子ではタイラバでいう波動と呼ばれるものはおそらくあまり発生していないと思われます。このようなナチュラルな動きに対して魚はどのように反応してくるのでしょうか。はい、それでは今回の検証方法ですが、タイラバとタイゲで一流しずつ交互に調光していきます。そしてできるだけ使用条件に差が出ないように両者の仕掛けを同じ場所から同じ流しで使用していきます。そしてその超過を比較していくというもの、果たしてどのような結果になるのでしょうか。楽しみです。はい、ということでポイントに到着したので早速検証を始めていきます。まずはタイラバから試していきたいと思います。いってらっしゃい。この日の潮は中潮、潮光時間帯は上げの2部から満潮潮止まりまでです。まずは水深35メートル前後のポイントを試していきます。潮光開始から10分。暑い。9月上旬とはいえまだまだ暑い日が続いております。記録のため状況の説明をしていると、潮は干潮から満潮、あ、当たった。タイラバで早速当たりがありました。潮の流れは流れ始めのまだ弱い時間帯、あまり期待していない時間帯でしたが、よっしゃ、あ、またもやショートバイトがありました。おーっと、こい。長めの巻きで魚が追ってくることを期待しますが、早くに見切られてしまっていたようです。さらに当たってる。あ、でも状況は悪くないですね。開始から15分ほどで3回目の当たりを感じ取りました。正面の島付近に船が集まってきました。島沿いやってるのは多分ティップランの船だと思います。秋口に入りティップランの船が少しずつ増えているように思います。それらの船の様子を見ながら巻いていると、あ、
釣れた。ああ釣れたけど外れてました。ちっちゃかったです。かかりかけましたが外れてしまいました。はあ外れた。夏場はスモールサイズが多いような気がします。夏場の特徴なのでしょうか、最近は小さなタイが釣れることが多い気がします。その後も10分ほど釣りを続けましたが、人流し目平場では釣果がありませんでした。ということで船を先ほどと同じ位置に戻します。行こうか。仕掛けを対下に変え平場と同じ場所を流します。平場の素材試すよけ。滑ったのを取り繕うように、さあ先ほど4回の当たりがあったこの流し、こちらにも当たりがあるのでしょうか。急に真面目な解説を始めます。暑いから反対側から竿を出してます。場所は起動してないっす。で今でこそ船って GPS が発達して自分の船がどこにあるかっていうのがすぐに分かるようになってるんですけど、昔の人たちってどうやってポイントを決めてたかといったら、山立てといって、例えばこの方向の、あそこの位置っていう目印、この方、あ、釣れとる、当たりました。この方向のあそこの目印、この方向のあそこの目印っていう形で3方向をちょうどあの結んだ、ポイントっていう形で、自分のポイントっていうのを覚えてたという話です。先人たちの知恵には驚かされることが多いです。さっき当たりあったな。タイミング、変なタイミングで当たりがあった以外は当たりがない。ということで対下での1回目は当たりが1回のみでした。とはいえ当たりがあったので同じ場所で2セット目を開始します。流し始めてすぐに、お、当たった、お、乗った、お、よっしゃ、釣り上がってきたのはよいしょ20センチ前後のタイでした。お、上顎っぽし、フッキングは上顎に綺麗に刺さっていました。小さいのでリリースします。再び仕掛けを落とすと、あ、当たっとる、当たっとる、おさらに当たった。反応はありますがサイズが小さいのかなかなかかかりません。合わせを入れたくなる気持ちを抑えながら巻き続けていると、よっしゃ、あっ、あっしゃ、あっ、おっしゃ、うー、釣り上がってきた獲物はまたしてもタイでした。ほい、今度は30センチ前後のタイが釣れました。勘抜きですね。刺さったら嬉しい場所ランキング2位の勘抜きに刺さっておりました。ちなみに1位は上顎です。エア抜きの際は魚のお腹を押さえてやるとエアが抜けやすくなります。ここで2回目の平場は終了です。船を元の位置に戻し、2回目、対下での2回目に入ります。さっき平場で4回当たって2匹釣れた、同じ流し、潮もほぼ一緒ですね、変わってないという状況。今んとこ対下は当たりが1回しかないです。現段階では平場より明らかに反応が良くありません。適切な巻きスピードを分析するため海面で少し泳がせてみます。微妙に毛先が震えてるって感じですね。遅い巻きスピードでも毛先がかすかに震えているのが確認できました。ここで少し変化をつけたくなったので速いスピードで巻き上げることを意識しています。すると、あ、当たった、当たった、コツンとした小さな当たりを感じ取りました。ちょっと種子と離れちゃうので戻しますけど、
できるだけ平ら刃と条件を揃えたいので巻きスピードは戻すことにします。あー釣れんかなこれ。さっきからなんか変な説明で止めてる時とか早巻きしてる時とかにしか食べてこないっていうタイミングなのか。ケラバには特有の動かし方が必要なのかもしれません。とここで待望のおっしゃ釣れた。アコウかな。着底直後なのでアコウかもしれないです。釣り上がってきたのはアコウじゃん。あ違うカサゴじゃん。近年市場価値が上がってきたカサゴです。温暖化の影響なのかここ最近数が少なくなってきているように思います。やったぜ。一応釣れることは釣れた。タイヤの乱れた髪を優しく整えます。かつてビクトリアにやってあげていたように。その後反応はなく2セット目の終了です。ということで平ら場に戻し3セット目に入ります。ここ最近数は釣れるのですがサイズがなかなか上がりません。あなんかバカでかいの釣れんから。バカでかいのマグロとかイルカとか。どちらも釣れても困るだけの獲物です。とここであっ釣った。かからんかった。ああ今のは痛いな。あ今当たったね。3回連続針にかかりませんでしたが、あー外れた。あー外れた。12回目のあたり。あー12回当たって釣果は2匹。調子がいいとは言えません。さらにあーあー反応があるのは嬉しい反面ストレスがたまります。あーくそー悔しいまま平ら場の3回目を終えます。はいやで来いけ。タイゲでの3回目に入ります。しかしほら船の流れる位置が変わりました。同じ場所に船を戻したとしてもその時々の潮の強弱によって流れの向きは微妙に変化しています。ということで流れるラインを修正し3回目の続きを行います。正直ここまでの感じではタイゲには期待を持っていなかったのですが、おやった。うわ外れそう。うわ何何何。ビクビクと竿を叩いていた正体はワニゴチ。この辺りでおなじみのワニゴチさんでした。まずまずのサイズのワニゴチでした。再び仕掛けを落とそうとしますが髪の毛が絡まってしまっています。タイゲの使用感における唯一のデメリットでした。しかしタイが釣れんな。結構あの底物って落ちた瞬間に食いつくことが多いからあんまりねなんかネクタイとか、そういう要素関係なかったりするんで、そう考えたら別にケラバじゃないなくてもいいような気がするけど、ケラバが4の2結局2匹っていう数は一緒なんだけどね。当たりの数は置いといて釣果としては拮抗しています。タイゲーの期待感の薄さを拭えずにいると、やった釣れた。ここに来てケラバ。これ何すごいバイブレーション。釣り上がってきた獲物は大じゃん。おーケラバで釣れた。そして数はケラバが上回ってしまった。やりました。ここでタイゲで初めてタイが釣れました。でタイゲの使用感なんですけれども、シリコンのネクタイより断然使いやすいと思いました。素材の特性上針に干渉することがほとんどないので、シリコンのネクタイのように針に絡まるということは全くありませんでした。釣れるかどうかは置いておいて、かなり扱いやすい素材だなと思いました。ちょっとケラバに吉兆いい兆候かもしれない。釣り人とは厳禁なもので、し
確かにこれ解いてやらんといけんという世話のかかるやつだ。釣れ始めると急に仕掛けに愛着が湧きます。ケラバ君5-3、優秀やん。さっきまでもうこれでもうしたくないなって思ってたんですけどもういいじゃんみたいな、もうちょっと頑張ろうみたいな、釣れるんじゃないかみたいなね、希望が出てくる。厳禁なもんで釣り人は総じてそんなもんだと思います。ただなんか思ったのは、毛だからこう魚がその毛に食いついた時になんか竿にこう伝わらない、いや伝わるか、そんなわけないか。この発言の意図は、ここまで体毛にははっきりとしたあたりというものが多かったんですけれども、それは毛という素材の特性上、魚が毛に食いついても歯の隙間からスルリと抜け出し、針ではなく毛のみに食いついた時にショートバイトを感じ取りにくいのではないかと思っていました。そのため、お、あ、このようにはっきりとしたあたりが出た時は針も含めて毛に食いついてきた時だけに起こるパターンなのかなと思っていました。その後は当たりがなかったため3セット目の終了です。はい、それじゃあ、4セット目。長考も終盤に近づいてきました。ここまで長考として体毛が上回っていましたが、平場に対する魚の反応は良好で、当たった、当たっただけかーい、希望を持って巻き続ける、追いかけてこい、ダメか。おそらくこのショートバイトのパターンはネクタイにのみ食いついてきた時のパターンだと思われます。この4セット目の平場はヒットチャンスが一度しかなく、しゃあ4セット目、平場で当たりが少なかった流しを体毛で挑戦しています。これでケラバで釣れたらなんかいい感じ。しかし、ああ釣れなくなった、ショック。この流しで体毛で釣ることができれば体毛にも優位性が出てきて動画的にも面白くなるのではと考えていたその時でした。お、あーやーやんでたい、うわーわーおー、あー、なんかテレビ的な諦めかけたその時みたいなのが起こらないかな。諦めかけたその時、おっしゃー、ガッデム、あーダメか、船も減ったしな。とここで、お、ウマヅラハギ発見。ウマヅラハギが浮いていたのでタモですくってみることにします。うわ、うさい。はい、それじゃあラスト、5セット目。なんだかんだで最終セットです。しかし最終セットでも、お、当たりある、うん、まだあるぞ、おっしゃ、あ、うん、当たりあるんだけどかかりまへん。ちょっとでも反応が良くなったのかな、さっきよりか。そして平場での5セット目の終了間際、釣り上がってきたのは30センチ弱のタイでした。いいね、釣れてくれたのは。平場での3匹目の魚です。しゃあラスト行ってこい。釣果としてはここで1匹でも釣れればタイ毛が優位になります。さあどうでしょう。お、釣り上がってきたのは25センチ前後のタイでした。サイズが出ないね。サイズは置いておいて、タイ毛が平場の釣果を上回りました。なんかケラバは当たりが少ないけど当たった時にかかる確率がなんか高い気がする。ってことはやっぱり毛に噛みついても抵抗がないから竿に伝わりづらくて、実際は結構当たってるけどそんなに気づいてないパターン。細かなあたりを感じ取れないのは素材の違いのせいなのかと思っていると、
あ、当たっとる、当たっとる。これは分かった。なんじゃ違うのか。毛だけに食いついたような当たりを感じたので、やはりタイゲの方が当たり自体が少なそうです。しかし今ちょっと本当にもうわずかにこう引っ張られる感覚っていうのがあったんですけど、やっぱり平場よりはちょっと気づきにくいんかもしれないです、当たりに。本当のところはどうなんでしょうか。長い検証もそろそろ終わりを迎えようとしていたその時でした。これ来とんじゃない、釣れとるわ。着底時に食いついてきた魚は本日2匹目のワニゴチでした。うわぁ、こんな丸飲みのパターンってあんまない気がする。釣り上がったのは35センチ前後のワニゴチでした。結構何でも釣れるのかな。そして終了間際。あ、当たった、当たった。最後の当たりを感じ取り、この日はノーカンとなりました。かかりやすいんかね。シリコンよりフッキングの邪魔をしない素材だったのでしょうか。検証結果で振り返っていきたいと思います。ちなみに帰りにティップランを試してみましたが、2匹のアオリイカを釣り上げることができました。はい、それでは今回の検証結果ですが、こちらの表のようになりました。まずはヒットチャンスの違いですが、タイゲは平場の約半数ほどしか当たりがありませんでした。また釣果においてもタイゲの方が多く魚は釣れていますが、対象魚をタイに絞ると平場にはかないませんでした。このことからやはり平場の方がタイの反応が多く、それが今回のヒットチャンスの多さにつながったのではないかと思います。タイゲのキャッチ率が高かったのもタイに比べて口の大きな根の魚がより多く反応していたのではないかと考えています。ということで今回はシリコンではなく毛という特殊な素材を使ってみましたが、やはりタイを引き寄せることに特化した素材はシリコンなのではないかという結論に至りました。ただし今一般的に使われている平場の素材や形状が完璧で完成されたものであるというのは言い切れないと思います。ということでこれからも平場に関する様々な検証を行っていきたいと思いますので、高評価グッドボタンをお願いします。それではまた。